習みんなで入ったのが4回ぐらいですかね。はい、はい、そうだったんですか。じゃあこの2人が出会わなければこの2人がバンドを始めることもなかった。でしかし何ですか、カウンターで一人でベロベロに酔っ払ってんですか。その永原さんも学部さんもベロベロだったんですか、その時。ベロベロです。そうなんですか、よくあるんですかそういうことは。割とよくあります、はい、そうなんですか。あれですよね、小川さんをね連れてきてくださったということで、小川さんと二人でこうベロベロになっちゃえばいいんじゃないかと思うんですけど、二人で飲むことは、それはしょっちゅうベロベロ。どっちにしろベロベロ仲間なんですね。そうなんですか。ボーカルの島田さんもやっぱり一緒に飲んだりするとベロベロになっちゃいますか。あんまり飲んでないです。まだ4回しかやってないんで。そうか。じゃあここもまあ一応お友達だけど、以前にライブを一緒にやったという程度でそれほど親しくはなかった。久しぶりですよね、こうやって一緒にやるのは。はい、すごいですね、その飲み屋のベロベロが縁でまたこうね昔の仲間がって感じで。はい、じゃあそんなね1月で4回のスタジオ入りということで、まああんまりこう練り込む時間とかも限られちゃいますよね。今日の選曲の基準、いきなり木村カエラさん出てきてちょっと嬉しくなっちゃったんですけど、なんか声がすごい合ってますよね。かと思えば3曲目おーって感じで、なんかこういろんな表情をね見せてくださいましたが、どうでしょう、やっぱりこれボーカルの基準で選んだんですか曲は。あ、いえ、みんなで、はい、私その3曲目は私が言いました。そうなんですか、タイムマシンにお願いとか、あ、これは楽しいと思ったんですけど、あれは誰の好みなんですか。は僕ですかね、うん、僕ですね。そうなんですか、1曲目の木村さんもあれも僕ですね。なんか好みが分かってきた。あー、でもいいですね、なかなか。ね、木村カエラさんはあれ何でしたっけ、メンバーの方がなぜ木村さんをボーカルに選んだかって言ったら、彼女の日本語がすごくこうはっきりしてて歌詞がこう伝わるんで、ぜひカエラと組みたいと思ってこの曲を書いたっていうようなことをね、ライブされる時におっしゃってて、すごいねぴったり、ね、滑舌がいいし歌詞がすごく届くんで、そういう意味だとね、なかなか選曲は良かったと思います。はい、学部君の好みですね。2曲目は7なんですが、こう選んだのは彼女じゃなくて学部君。はい、で3曲目はご本人が選ばれて、4曲目が、はい、あなるほど。いろいろ、はい、そうなんですか。でエラスティックロコバンドっていう名前なんですけど、 ELB ってね略してありますけど、これはどういう意味なんでしょうか。そうだ、さっきの話した地元つながりなんでローカルだろうと。なんでちょっと、まあ、ハワイアン系のバーだったんでロコをつけるかなんていう感じでやってて、でサディスティックミガバンドみたいなのだとかっこいいよねっていうんで、なんかつけるべっていう時に梅ちゃんがエラスティックってなんかなんだっけ、どんな意味だっけ。うちわのとかなんかそういうローカルなっていう意味ですね。同じような意味だし、そんなよく分かってないですね。そうなんですか、エラスティック、ちょっとこうサディスティックミカバンドの韻をね踏んでるような。はい、なるほど、そうなんですか。そして結成して1ヶ月ですけど、次回のライブの予定とか今後の活動の展望とかそんなのございますか。じゃあ小川さんどうでしょうか。展望ですか。世界を目指すわけにはいかないので、この後ミーティングだよね。早速、はい、明日からの活動について、スケジュール組んで。そうか、どうですか、展望は。ベロベロの第一責任者として、いや飲み屋でまた決めます。また飲み屋で。あ、そうなんですか。その時の2人の会話をちょっと聞いてみたかったですね。そのカウンターで思わず固く握手をしてしまったという、なんかどん旗で聞いてたら楽しかったろうなっていう感じですけど、はい、じゃあ今後、まあ、どんな曲を歌っていきたいですか。はい、なんか難しい曲がやりたい。難しい曲ってどんな曲だろう。どんな曲ですか。例えばすごくドラムとか、まあ、楽器の
かみが トリッキーな感じとかっていうか、ボーカルにとって難しいというか、あのドラムにとって難しい曲、トリッキー、どうですか、トリッキーなドラム叩けません。なんか力強く断言してます。どうしましょう。じゃあやりません。売り言葉に買い言葉でやらないということで決裂してしまいました。まあ今夜のミーティングがまた楽しみですね。ミーティングもやっぱ飲みながらですか。まあそんな感じで、飲まないと多分ミーティングできないと思うんですね、気分的に。はい、気分的にってどういうことですか。でもなんか楽しそうですね、この4人がまた飲むと。なんかみんなそれぞれ飲み方がね、マイペースっぽいような感じ。こうメンバー見るとそれぞれが自分のペースで好きなものを飲んで、好きなものをこう注文してるんじゃないかなって感じなんですけど、ちなみに酒癖ありますか。はい、同じことを繰り返すっていうことを何回も繰り返しています。よくねサラリーマンの方でねいらっしゃいますけど、はい、酒癖ございますか。くどいですね。なんか似たような感じ、同じことを繰り返す。はい、あまりお飲みにならないということですが、酒癖ってありますか。結構飲むんですけど、はい、こう路列が回らなかったりとかですね。まあ、それぐらいだと、まあ、ちょっと可愛いじゃないですか。あ、酔っちゃったんだな、しょうがないなみたいな。おっさんだよみたいな。可愛くないじゃないですか。はい、どうですか酒癖は。あ、寝ますね、寝ますね。あんまりその迷惑じゃないですよね、それぐらいだったらね。ただまあ引っ張っていくのがね大変かなっていうのは。ひっくり返ったりしますね。それ迷惑ですよね。気をつけましょう。はい、じゃあ今日のミーティングでまたね次回のライブ宮地楽器ご利用いただければ嬉しく思います。はい、ではエラスティックロコバンドの皆さんでした。拍手をお送りください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、エラスティックロコバンド、ちょっとサディスティックミカバンドのね韻を踏みつつ、また次回のライブが楽しみです。はい、そんな皆さん登場してくださいましたが、続いてはですねちょっと人数がたくさん出てきますよ。なんといってもあのビートルズのコピーバンドということでねご登場いただきます。ゲストハウスというバンドです。こちらなんかビートルズの曲もね本当に有名な曲があまりにもありすぎて、もうどの曲も好きっていうのがね多分皆さんも同じ気持ちなんじゃないかと。もう有名な曲、あるいはちょっとこうそれほど有名にならなかった曲とかもビートルズ2の皆さんでしたらいろんな曲をご存知なんじゃないかと思いますけど、今日の曲は先ほどお伺いしたらビートルズ中期からまあ後期にかけての曲、そういう選曲だそうです。楽しみですよね。はい、それではゲストハウスの皆さんの演奏が間もなく始まりますが、その前に宮地楽器から一つお知らせをさせていただきます。6月8日はウォークアウト136回目、こちらを行います。ただいま出演バンドを募集中です。もう一つ、7月の13日なんですが、7月の13日こちらはですねまあ、ちょっとコンテストのまあライブ、コンテストの予選ライブのようなものを行います。まあ、これ出演バンド募集中ということなんですが、まあ、どんなコンテストでどんなライブになるんだろうという疑問をお持ちかと思います。はい、タイトルがヤマハ株式会社協賛全国バンド自慢2008宮地楽器ミドルエイジ大会というねちょっと長いタイトルなんですけど、ミドルエイジの皆さんを対象にした、まあ、全国バンド自慢2008という大会になっております。で、まあ、こちら出場、まあ、資格はバンドのメンバーさんの中に、まあ、30歳以上の方が最低2人はいらっしゃるというそれだけだそうです。まあ、あとは大丈夫ということですので、まあ、30歳以上のメンバーが2人いればあとは若くても構いません。そういうバンドの皆さんを募集いたしております。で、まあ、7月13日、これはまあ何でしょう、まあ、ライブを楽しくやっていただくだけでも結構ですが、ここで審査員の目にかかってしまいますと、そして代表に選ばれたりなんかしちゃいますと、9月の8日恵比寿ザガーデンホールの全国大会へなんと出場することができちゃうんですよ。はい、まあ、そういうおまけもついてる、まあ、気楽に楽しくね、まあ、7月13日じゃあ宮地でちょっとライブでもやるかっていう気持ちで出てくださっても一向に構いません。で、まあそこでね審査員がこれはいいぞと思ったら
9月の8日恵比寿ザガーデンホール全国大会に出場できてしまうという、はい、まあ、そういうイベントがございます。ですから、まあ、7月は通常のウォークアウトはちょっとお休みになりますが、ヤマハ株式会社協賛全国バンド自慢2008宮地楽器ミドルエイジ大会、ぜひ興味がある方ちょっとねお話聞いてみるだけでもっていう興味でも結構です。まあ、スタッフ、まあ、受付にあの担当の本間が座っておりますのでぜひお問い合わせください。すごいです。もうミドルエイジって言ってもあのなんていうか幅が広いですよね。あのウォークアウトもとにかくまあ社会人であればどんなジャンルでもコピーでもオリジナルでも結構ですよっていうことで出演バンドを毎回募集しておりますが、毎回あのもうちょっと主催者がびっくりしてしまうぐらいいろんな年代の方がご登場くださってるという、もう本当に嬉しい限りなんですね。だって社会人って10代の社会人だってもちろん存在しますし、あの60代70代ご年配の方でも、まあね、現役でお仕事やってらっしゃる方もいれば、まあね、もうリタイアして趣味のお仕事してらっしゃる方とか本当いろいろいらっしゃいますが、あのもう本当にお孫さんとかたくさんね会場に見に来てらっしゃるそういうバンドさんもいらっしゃいました。実際ね演奏を見てみてスタッフ全員がねかっこいいってこうって見とれちゃうぐらい、もうそれぐらい本当にあの音楽をずっと続けてらっしゃるそういう社会人の皆さん実際に登場していただいております。はい、まあ、なかなか普段ね自分のその何でしょう音楽を聴きに行く範疇ですと聴きに行けないようなねそういうバンドさんとの出会いもたくさんあります。ウォークアウト今回で135回目を迎えたわけですが、そろそろ続いてのバンドさんの準備が整います。もうちょっとお待ちになってくださいね。はい、ではビートルズのコピーバンドとして京子の宮地楽器初登場となったバンドをご紹介したいと思います。今日このジッパルホールのウォークアウト初登場のバンドです。皆様お楽しみください。ゲストハウスです。どうぞ。One on one.
to anybody help You know I need someone help When I was young so much younger than today I never needed anybody's help in many ways But now the days go on now said I'm not sure Now why am I changing my upper mind at all Help me if you can I feel it down And I do appreciate you being around Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me I know my life is changing so, so many ways Anybody's happy in many ways But now this day's gone I'm not safe to sure. Now why I'll change my open up my door Happy if you can, I feel it down And I do appreciate you being around Help me get my feet back on the ground Won't you
どうもこんばんは、ゲストハウスです。先ほどもですねご紹介ありましたけども、我々今日3バンド目で、今日全部で6バンドさんですかね、参加されていらっしゃるようですけども、今ご紹介ありましたようにビートルズの曲をですね、何曲か我々やっております。結成も3月でできたてのほやほやでですね、あまりうまくないなとひょっとした中にですね感じられる方やいらっしゃるかもしれませんけど、その辺はご容赦いただきたいなと思います。じゃあ、また引き続きご視聴ください。Close your eyes and I kiss you Tomorrow miss you Remember I know you need me too And this world I go away All my heart every day And I say all my loving to you I pretend and I miss you Telling your eyes and I kiss you tomorrow I miss you remember I'll always be true and that's why I'm away I lie home every day and I send all my loving to you all my loving Good time. Time to pass it.
say so. TV one and TV 22 to play. TV to pay my home. I had to get the dollar, get to find my case. For to get to last home. And back in the USSR. You know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Oh, come on! And the USSR, you know how lucky you are, boy. Back to the USSR. Just let me hear the look and love the music. Any old way you choose it. You got a bad beat, you can't lose it. Any old way you choose it. Gotta be rock and music. If you're not dancing with me. If you're not dancing with me. I'm gonna kick again more than jazz. Until the crane do the to the past. I do the beauty of the marriage. Always talk fast, so she can hear it on the way I said. I must have been all the lucky man, mother love like a hurricane. The fire go for rock and roll music. Any old way you choose it, you got a bad beat, you can't lose it. Any old way you use it, bad beat, local music. If you're the best.
お付き合いいただいてありがとうございます。じゃあ残り3曲もですね、ぶっ続けでやって最後までお付き合いいただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。In times of trouble, Mother Mary's come to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. Our friends are broken, heartless people, living in the world we live. There will be no answer, let it be. For those that may be powerless, they will see the chance that they will see. They will let it be,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  let it be. There will be no answer, let it be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 . Whisper what the reason, let it be.
どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゲストハウスの皆さん、今日はビートルズの曲全10曲を演奏してくださいました。はい、それでは皆さん、結成してまだ3ヶ月ほどということをね、今聞いてしまいましたが、じゃあ最後にね、皆さん一言ずつね、いただきたいと思います。はい、じゃあどうしましょう。じゃあ奥からちょっと行ってみたいと思います。はい、すいません、お疲れ様でした。演奏する前ね、やっぱり待ってる間とかドキドキするんじゃないかと思いますけど、演奏を終えた今気分はどうですか？特にございませんけど、やっぱり、ね、間違いは間違いでも認めます。いろいろ間違いがあったんですね。あ、そう、大きな間違いが皆さんは気づかれたでしょうか。ありがとうございます。はい、どうですか、今ライブ終わって。そうですね、学生時代からもう30年ぶりぐらいなんで、非常に緊張してましたけど、皆さん罵声も飛ばさせていただけないので非常に感謝しております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。30年ぶり。じゃあしばらくライブ活動はずっとおやりになってなかったんですか？そうですか、ありがとうございます。なんか再デビューの場にね、この宮地楽器を選んでくださいました。またぜひ30年ぶりと言わず、もう何度も出てください。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、ちょっと片付け中、慌ただしい中ではございますが、ちょっと一言ずついただきたいと思います。あ、今大丈夫ですか？はい、お疲れ様です。どうですか、いっぱい歌ってくださいましたけど、歌い終えて、やっぱり何かやってもライブは緊張しますので、ちょっともっと練習しないとと思ってます。ありがとうございました。そうですか。いや、でも今日歌われてるのを聞いて、あ、やっぱビートルズって本当にいい曲をたくさん作ったんだなって、こう改めてそのボーカル力でね、感じさせてくれました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。だ、 お手すきでしょうか？すいません、どうでしょうか、今ライブを終えて一言お願いします。緊張しましたけれども、なんか皆さん聞いてくださいまして、とても嬉しく思います。またもう、新たにいろんな曲を、ビートルズのいろんな曲を挑戦してみたいと思います。また練習をして、挑戦したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一言お願いします。あっという間でした。なんかライトに照らされるのって結構いい気分ですね。どうも。よかったです。ぜひいい気分をまたね、味わいにまたライブやってみてください。はい、ありがとうございます。どうですか？やっぱり緊張しますね。でもやっぱりご好きな曲を人前でできるっていうのは本当に嬉しいと言いますか、楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、もう今日はビートルズの曲、もう本当に皆さんがよくご存知の曲10曲もね、演奏してくださいましたゲストハウスの皆さんですが、またぜひ、せっかくこのメンバー集まって3ヶ月という期間ね、はい、練習を重ねてくださいました。はい、お疲れ様でした。では皆さんに最後一言お願いします。皆さん聞いてくださいまして、どうもありがとうございました。また新たにビートルズの曲を挑戦してみたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあゲストハウスの皆さん、ちょっとあちら側にいらっしゃいますので、大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。はい、というわけで前半3バンドの皆さんの演奏が終了いたしました。後半3バンドが、後半6時10分からスタートする予定です。それまでちょっと休憩になりますので、皆様どうぞご自由におくつろぎください。では6時10分スタートでお願いします。